はい、皆さんこんにちは、新大野です、今日は、ライトワーカーというものについてですね、ちょっとだけお話しするんですが、といってもライトワーカーというものが何なのかっていうのはですね、実は私はコミュニティをやっていて、まあ、たまたまライトワーカーっていう言葉でなんかコミュニティをやることになったんですけど、まあこういうのってわからないものですね。なんかよくわかんないけど、進んだものが自分の中のいろいろなこう運というか縁というかがあるみたいなね、なんかそういうのありますよね。ということで、言葉の定義とかはまあそのコミュニティの、紹介のページ等もね貼り付けるので、そこから見ていただければいいんですが、まあこれが何なのかはそこで見ていただくとして、今日はですね、まあ目標を立てるみたいな話をちょっとしてみようかなと思うんですね。で、まあ私がそのちょっと意味不明な言葉のままの方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、まあそのライトワーカーっていう言葉が、日本とか世界でももっとなんか有名になるというか、なんか一般的に扱われればいいなというような風な、これはいわゆる定性的な目標ですね。要は数量で言い表せないような、まあ、目標ということなんですけど、まあそういうような目標を、持つようになりました。まあ結構地道なね活動になるのかなと思いますし、僕自身も、まあ、どういう形で自分がこのライトワーカーの人々を支援するみたいなね形を継続できるかわかんないんですが、ただまあ構想としては結構しっかりまとまっているので、まあそちらのねページとかで見ていただければいいかなと思います。まあ目標を立てるっていうようなお話だったんですけど、定性的な目標と定量的な目標っていうような、まあ二つの種類の目標、まあ種類分けするとね二つあるなっていうふうに言われてます。まあ例えば職業として有名になるっていう定性的な目標であるとするならば、カウンセラーぐらい有名にするとかね、例えば傾聴師なんていう言葉もありますね。傾聴の傾は傾ける、聴は、聞くっていう字ですけど、とにかく話を深いところまで聞ける人みたいな、まあそういうのもあったりしますよね。で、カウンセラーっていうのは、まあ、もっと有名かもしれない。いろんな仕事があるわけですけど。まあ、ライトワーカーっていうのは、実はそういう、なんか、職種みたいなものではないんですよね。実は、なんて言うんだろう。ちょっとコンセプトが広くて、ジェダイみたいな感じなんですよ。ジェダイって言った方が、実は、スターウォーズの映画の言葉ですけど、有名なのかもしれない。なんかそういうような感じで認知されるっていうのかな、認知度がどのレベルまで上がるかみたいな定性的な目標みたいのをちょっと考えてもいいのかななんて思いますね。なので皆さんも定性的な目標、有名になるとか、まあなんかその程度を言い表すような、こんな感じで、お金持ちになるとか、こんな感じで友達から褒められるとか、旦那さん、奥さんから褒められるとか、こんな感じで、なんとかかんとかっていうね、そういう定性的な目標も、目標として決して侮る流れで有効なものだとね、僕は思ってます。まあ、それに対して、定量的なね、目標っていうのがありますね。例えば、まあ、ライトワーカーで、1万人にアンケートを取ったら、まあ、5000人の人は知ってる。わかる、説明できるっていう風になるまでするとかね、そういう数字の面での、まあ、目標っていうのが、まあ、あったりしますね。まあ、これは今ちょっと適当に言ったので、認知度 50% っていうのはかなり、レベル高いかもしれないんですけど、まあ目標としてもいいのかななんていう風には思いますね。はい、ということで、今回の音声はですね、私がやっているライトワーカーに関するコミュニティについてちょっとだけね、ご紹介をさせていただいたというところ
と、まあそれに関して、まあ例にしてね、出しながら目標を立てるということについてお話ししてきました。それには定性的な目標と定量的な目標っていう二つのね、目標の種類があるよっていうことで、何かやっぱりゴールがあると私たちは前向きに前に進むことができるんですけど、まあ習慣とかもそうですね。一日一個はやろうとか、一日三個はやろうみたいなね。そういう定量的な目標も結構有効なので、ご自身の目標とか習慣において、定性的なもの、定量的なもの、ね、何かしらね、意識してみたらいいんじゃないかなということで、音声撮ってみました。はい。ということでね、またお話ししていきたいと思いますので、またお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。